関東に接近する台風としては過去最強クラスの台風7号。広島を訪れている人にも影響が出ています。計画運休を受けてでしょうか、広島駅の窓口にはキャリーケースを持った人などで列ができています。早めに関東方面に帰ろうと便を早めた人の姿が多く見られました。明後日から仕事なんで、なんかどうしても帰んなきゃいけなくて、まあ最悪ですけどね、まあ、旅っていろいろありますからね、まあ、しょうがないかなと思ってます。いやもうちょっとタイミング考えてほしかったですね。なんでこの日に来るんですかって感じですかね。辛いです。頑張ります。でも本来は明日帰るはずだったんですけど、今日にずらしてもう帰ろうということで、もう今日しか帰る機会ないかなと思って、もう早くどっか散ってくださいって。JR によりますと、東海道新幹線は明日東京名古屋間で始発から終日計画運休するということです。そのため山陽新幹線も東海道新幹線との直通運転が中止となり、新大阪博多間での運転となります。一方、空の便も広島羽田間で午前の一部を除いて21便の欠航が決まっていて、お盆の U ターンラッシュも重なり影響が広がりそうです。